ちょっと配線が映ると汚いので、よいしょ。照明機材も映ってますね。さて、あ、いいんじゃない。皆さんおはようございます。お久しぶりです。谷口ふみです。引っ越しました。引っ越してちょっとまあね、もう食べていきたいと思います。ご飯を食べながらちょっとだけお話ししてっていう動画にしようかなって思ってるんですけど、ハイボールいただきたいと思います。やばい、この家でね、一人で晩酌することってなかったんですけど、ちょっと初めて。いただきます。いつもはね、缶から直で行くんですけど、ちょっとよりね、美味しく飲んでみようということで、ステンレスのボウルに氷なんか入れて、でこのステンレスのねグラスはギリギリまで冷凍庫で冷やしました。酒飲みの考え。いやー、美味しそう。それでは皆さんお疲れ様でした。乾杯。カチン。あれ、カメラどこ。カチン。いただきます。うん、鳥肌立つぐらい美味しい。ハイボールの CM 待ってます。多分一番美味しそうに飲むんで。めっちゃ大好き。待って、もう一本買うべきだったな。なんか一人足そんな飲みすぎてもあれかなと思って、ちっちゃいやつ一個にしたんですけど、もうなくなっちゃうな。これちびちび飲みましょうか。野菜を取らないといけないなということで、山盛りの、もうそれはそれは山盛りのほうれん草を買ってきまして、一パックっていうのを。いただきます。いただいてるけど。マジで美味しい。野菜って頼まなきゃダメね、やっぱり。うまっ。うん、美味しい。一個さ、どうでもいい話をするんですけど、うまっと美味しいのとっさに出る言葉について言いたくて、私結構美味しいもの食べたらうまっってうまの方を今まで言っちゃってきたので、お母ちゃんからうまはやめなさい、それ下品だから、で美味しいって言いなさいって割と怒られてきて、美味しいみたいな感じで言おうとすんねんけど、でもさ、ちょっとさ、反抗させて、わかるよ、その女の子がうまっうまーって、なんか馬娘じゃないやからみたいな感じは分かるんですけど、こう食べてもぐもぐで一番口の中を見せずに美味しいっていうそのことを伝えたい時に、うーが一番多分口の中見えへんし言いやすかったんよね。なんかおはさ、ちょっとうおちょっと開けなかよ、おおいしいで開けへんかったらさ、うんうんふんみたいな、おいふんふんみたいな感じだったらさ、開かへんけどさ、うわってやったらさ、またうー何をやって分かるかな。こう、うちやるよ今から。じゃあなんで切れてんの。ちょっとやるから見といて。いただきます。うん、うわね、まあ、もう、まあの時にちょっとこうやって押さえたら、まあまあまあ、まあで見えへんけど、美味しいやったらさ、こう、なんか、美味しい。全然変化ないやん。ごめんなさい、これはただの私のお上品さのない癖になってしまいました。美味しいとこれから言います。いや、パッてカメラで見てさ、なんか、大はもうちょっと口開いてんのかなって思ってて、美味しいみたいな。そしたらなんかちゃんと、うまっと、美味しい、なんなら美味しいの方が口開いてないし、上品。で、とっさに出る言葉がね、やっぱり、あ、ないんやった。もう一本買ってきたい。ああ、とっさに出る言葉ね、綺麗にしたいよね。夢がずっとあって、急に、私、盾とかアクションずっとやってきて、今年で8年目になるんですけど、より本格的にそっちを目指したくて、いつかは大河で盾をしたいなとか思うし、なんかもうそのためにもう何でもできるっていう感じで、その SNS を始めたその目的が、そのもう一個今思っていることにつながったらいいなっていうのもあったから、なんか両方でもとっても大事な私の人生の軸になってるから、いつも見てくださってる皆さんが本当に
感謝です。ありがとう。だから SNS のうちしか知らんっていう人ももちろんめっちゃ多いし、というか SNS でガーっていったから最初そっちを結構求めてると思うんですけど、視聴者さんをがっかりさせないように、けど自分のことも見失わないように、環境も変わったんで進められたらなと思いますね。なんか私って今まで具体的な夢とか言うのはちょっと怖かったんですよ。なんか 言うと神様にお願いするときもさ、なんか人に言ったら叶わへんねんでみたいな、ちっちゃい頃なかったっけ、そういう迷信みたいな。なんか割とそれちょっと信じちゃってる部分があって、なんか神社にお参り行ってもなんか何お願いしたとかって相手にも聞かんようにするし、自分からもなんか特に言わへんねんけど、人生一回しかないからやれるだけのことをやって気持ちよく死んでいきたいって思うので死ぬ気で頑張ろうと思います。なんか肝心なところで今タンが絡んだんですけど、あ、そう、京都でも一瞬一人暮らしをしたんですけど、今回の一人暮らしの場は東京です。ついに東京都民になりました。お願いします。で、後ろのさ、これはね、あのフェイクグリーンなんですよ、ニトリの。1万ぐらいした高すぎって感じなんですが、なんかずっとなんか緑って癒し効果あるみたいに言うじゃないですか。でうち部屋のインテリアとかのセンスがなさすぎて、もうピンタレストで一生調べて、で京都の一人暮らしの時にはなんかお気に入りの部屋に全然できてなくて、その家に帰りたいとかって思えなかったから、今回はちょっと部屋とかにかけてなんかそこでモチベ上げて頑張りたいなみたいなのも一個あって、で家具とかを揃える前、冷蔵庫とかも来る前に、なぜか内見した日に1万円のフェイクグリーン買うっていうアホ、それがうちの中での なぜか部屋を好きになるだろうという保険だったんだよね。ちょっと話したすぎてさ、全然この山盛りのほうれん草食べれてないけど、めっちゃ美味しい。多分カメラ止めた後にもうわーって早送りみたいに食べると思う。いやでもこうやってなんか皆さんとお話できるのが楽しいです。一人だけど、誰か一緒に晩酌してくれてたらいいな、これ見て。うんふん、うん、これやったら今さ口閉じてたら美味しいって言いやすかった。なるほどね、うちの中で、あ、染みたって感じの美味しい時は美味しいってなるんや。でパッて食べた方、うまーが瞬発的に脳に味噌にいけたらうまーってなるんや。わかる、何の話をうちずっとしてるんやろ最初から。美味しいな、あ、美味しいって出るわ。カメラを回すとさ、意識しなかった言い方とか仕草が目に見えるから、あ、うちこういう時にこういうこと言うの口癖なんやとか、なんかあるね。ちょっとここ食べたいけど喋りたいからモザイクかけてな、ふみ。あのさ、人前だとさ、あとご飯行く時って割とうち目上の方が多いんですけど、家ならではの食べ方ってさ、もう口いっぱいに頬張る幸せってあるじゃん。でも目上の方とご飯行った時にさ、もう口ポンポンでこんななって、相槌打てないじゃないですか。だから家ならではやなーって思う、こういう口いっぱいに頬張って「うん、よし!」ってできるのって家ならではそれを全世界に発信してるっていう感じなんですけど、帰ってさもうさ入るんかってぐらいの量をさ、なんか焼きそばとかもそうやけど、一応パッて聞かれた時に、あの自分の もぐもぐ待ちをさせたくないのよ、相手を待たせたくなくて。だから割と一口で食べていつでも答えられるスタンスみたいな感じでいるのが好きなんやけど、好きなんやけど気遣いが無理にとかじゃなくて、けど家やったらもう端のお箸のさ、この辺までさ、ちょっともっとこれぐらいまでさ、焼きそばやったら掴んで、これぐらいの焼きそば掴んで、もうあんって食べて、うわーってあの進むのが、でモンモンモンって食べるのが好き。わかるかな。なるべくでも相手のレスポンスには早く返さないみたいなのがあるから、
無意識なんか、なんか相手が食べたら自分も食べるみたいなのしてるな。なんか無理にじゃなくて無意識にしてるかも。相手の話聞くときは食べるの、まあ、話の内容によってはお箸を置くけど、相手が話してるときはちゃんとその人の話を聞きたいし、相手が食べ出したらああなるほどって思いながら自分もこう食べる。で、自分の話したいときはことあるときは、相手がこうお皿をこう食べて、でそれを置いて、まあ、ちょっとねなんか飲んでふーみたいなした後にちょっと喋ったりとかみたいな、なんか相づち今打ちやすそうかなみたいな。だってさ、相手がさもう鼻状態の時に話し始めたらさ、相手もさちょっと待ってみたいになるやん。いや、わかるかな。いや、なんかもう無理にっていうよりかはなんか自然とやっちゃう。でそれがなんか自分の中で心地いいというか、だからそもそも私人がすごい好きなんですよ。人のことが、人が好きで話すのも好きだけど、でも聞く方がめっちゃ好きで、なんかよりその人のことを知りたいみたいなのがどの人に対してもあるから。で本当にありがたいことに、私関わってくださる方とか接させていただく方、本当にいい人ばっかりで、びっくりするぐらい人が良くて、皆さんなんか周りの方が本当にもう感謝って感じなんですけど、だからなんか無意識にそう、なんかこの人にとってなんか今日いい思い出でありたい。ちょっと待って、びっくりした。今さ照明機材をさ下に置いてるんですけど、すごいことになってたし見て、こ 3個アスラーうちの1個が今付け爪の上に乗ってましたね。なんか照明斜めってるなと思ったよ。あ、びっくりした。そうそう、危ねえ危ねえ。いやもう何百円20分喋ってるんで、ちょっと長くなったんで、また次の動画でいろいろなんか話せたらなって思うんですけど、ちょっと騒がしい動画になったんですけど、どれぐらいうちカットして使ってるんだろうって感じなんだけど、とりあえずありがとうございました。ちょっと大量の野菜はこれからカメラにも映せないぐらいの大口を開けて食べたいので、早く食べたいのでこの辺で終わろうと思います。本日も見てくださってありがとうございました。じゃあまたね。頑張るのでね、ああもっと戦える作品に出たいな、もっと修行頑張ります。ありがとうございました。バイバーイ。あ、皆さんいっぱい食べてね。